してルフィたちは謎の島の冒険を開始する。事の起こりはその前日。ルフィたちの乗るサウザンドサニー号は謎の島へ向かい、順調に航海を進めていた。見ろよ、あの島、デケー塔がいっぱい立ってる。空に伸びてるあの光はなんだ。よし、面白そうだ。行ってみよう。ちょっと待ってルフィ、変な形の積乱雲がすごい速度で増えてる。ノックアップストリームだ。なんだありゃ。おい、落ちるぞ。任せろ、フードバーサー。いっけ、うんせい。立て直すわよ。危ない、ジョンボーサー。すごい。あの男は島に着いたのか。間もなくだ。急がせる必要があるな。あの一味にはニコ・ロビンがいるのだ。そうだルフィ、思い出した。あんたの帽子、女の子が持ってるのを見たのよ。本当かナミ。島に流れ着いてすぐこの浜よ。でもその後すぐにあのゴリラに捕まっちゃったから、女の子がどこに行ったのかわからなくて。じゃあ島にはあるんだな。ありがとう。よし、探しに行くぞ。冒険開始だ。この岩、飛んできたサニーの怒りで崩れたみたいだな。ん？岩の隙間から風が吹いてる。この岩、切るか。ここから島の奥に行けそうね。よし、帽子を持っていたやつを探すぞ。出発進行。ああ、行くぞお前ら。現在する遺跡の塔、その構造と配置、
私の記憶に間違いがなければ光の道が天へと続く伝説の島ワフルド。ワフルド？ええ、ワフルドには大いなる宝があると言われているわ。大いなる宝？どういうことだロビンちゃん。そうなのが出てきたな。こいつ強えな。ギアセカンド。ディアブルジャンブフランバージュシャット。これは気を抜けなそうな相手ね。オチエンタフルール、クロトワマード、ショック。おいお前、殺しちまうぞ。ジャンブプルミエールアッシュ。いけるか。こいつ強いわ。俺の出番か。
刀流、よい。羅生門。これは気を抜けなそうな相手ね。オチエンタフルール。クロトラマード。ショック。やるじゃねえか。しちまうぞ。塩ビマヨネーズ鬼くきれ。俺の方が強い、それだけだ。海の一流コックは技も冴えてこそだ。俺は勇敢なる海の戦士ウソップだ。怪物と呼ばれようと俺は強くなる。こいつらが麦わらの一味か。なるほど、噂通り役に立ちそうではあるな。こいつどうやって動いてるんだ。燃料もねえようだしな。最後は炎の攻撃も弱まってた。出てきたぞ。何が起こってんだよ。次から次へと、一体何だってんだ。ウソップ危ない。お上際の悪い野郎だ。どういうことだ。力が入らねえ。何を遊んでやがる。何やってんのよ。おかしいわね。私も能力が使えない。違う、使い方を思い出せない。
壊してやる。結構だが、敵と味方を見極める冷静さは持ってねえな。何を知られた。あの石像には行動範囲がある。そこまで逃げれば大丈夫。ついてこい。何してる？こっちだ。ついてこい。あの炎の巨像、あいつは何なの？あいつはこの島の守り神だ。それってやっぱり宝を守って。それより飯だ。腹減った。ごちそうしてやってもいいぜ。本当か。大したもんはねえがな。ここは俺の小屋だ。好きなだけ休んでいくがいい。まあそいつはありがてえけど。信用できないな。とりあえず自己紹介でもしておこう。俺の名はアディオ。職業は探検家といったところでな。数年前お前たちも遭遇した嵐のせいで乗っていた船が沈没し、この島に漂着した。何気に居ついちまってさ、そのままリムと暮らしている。リム？誰だ？そいつだ。なあ、お前さっきのやつじゃねえか。あなたが触れた後、私たちの力が失われたわ。ええ、私のせいよ。ごめんなさい。でもあなたたち海賊でしょ。しょうがないじゃない。海賊なのは認めるけど、それとあのキューブにどういう関係があるの？この島は不思議な嵐に囲まれていて、普通は島にたどり着くことはできねえ。船は全て海のものです。だが偶然漂着できちまうやつがいる。嵐を乗り越えてくるのは海賊が多くて、弱い者にも暴力を振るう嫌な奴ばっかり。なんだよ、俺たちはそんなことしねえぞ。だから私は力を使うの。手で触れた相手の技や能力をキューブの形にして奪うことができるのよ。どういう仕組みだ？これは私の一族の血筋によるものだってアディオが言ってた。つまりあなたはその力で危険な海賊から被害を受ける前に先手を打って力を奪ったということね。そうよ。他にもキューブの情報をもとにして人や動物を具現化したり、キューブの持ち主の記憶の中の世界に入り込むこともできるわ。すげえな。お前も悪魔の実の能力者なのか？悪魔の実？知らないということは、お前の能力は別のものみたいだな。それで、失われた能力を戻すことはできないのかしら？
丈夫。飛び散ったキューブを見つけて再び定着させれば。そうか、じゃあ探しに行こう。それしかなさそうね。よし、その捜索俺も行こう。え、あなたが？さっきも話したが、リムとはこの島で出会ったんだ。血のつながりがあるわけじゃないが、今は親代わりみたいな。だから俺も手伝わせてもらうぜ。新世界のご多分に漏れず、この島も特殊な性質を持っているからな。外の世界の常識が通用しないことも多い。手始めにそのあたりのノウハウをあまり危険のない洞窟で学んでみたら、運が良ければキューブも見つかるだろうぜ。危険がないだって？まあそれなりに準備をしていけば、そこいらの人間でも帰ってこられる危険度だな。本当か？騙してんならただじゃおかねえぞ。安心しろ、そんなつもりはないさ。さあまずは準備だ。そうだ、飯を食わせてやる約束だったな。遠慮せず上がってこい。全部食っていいか？いいぞ、約束だからな。本当に一人で全部食ったのかよ。すげえな、簡単に平らげちまった。風が気持ちいいわね。
行くか。準備はできてるな。よし、この道をまっすぐ進んでくれ。島の名前、あなたは知っているのかしら。ワフルド。その顔、ワフルドの名前は知ってるようだな。そう、ここが伝説の島、ワフルドだ。絶景じゃねえか。島の内側はこうなってたのね。あそこにいるやつ、最初に俺たちを襲ってきたやつらの仲間か。また襲ってくるかもしれねえ。お前ら気をつけろ。遅れるんじゃねえぞ。お、ついてるな。行くぞ。任せな。俺が仕留めてやる。手にとって不足。命まで取るつもりはねえ。この勝負ここまでだ。
橋を越えてまっすぐ行けば目当ての洞窟だよ。守れる。ようやく感覚が戻ってきたぜ。そうだな。さてここだ。今の自分たちの力を試すといい。俺は先に戻ってるぜ。よし行こう。自然に風化した状態ではないわね。この洞窟ごと落とされて崩れたという感じ。それだけ大きな地殻変動があったってこと？原因はわからないけど、何か大きな衝撃が加わったのは確かだわ。ワフルドを語る伝説の中に一夜にして現れたというものがあるの。海底火山の爆発で生まれたとか。でもそれじゃあ遺跡が崩れてることの説明にはならないわね。ジャヤのようにノックアップストリームで飛ばされてきたのかもしれないけど、もっと詳しく調べないと。まだまだ情報が足りないわ。とにかく奥に行ってみましょう。お宝があるかもしれないし。待て待て、アディオのやつはああ言ってたけど本当に安全なんだろう？見張られてるような気配がするな。わざとらしい宝箱なんて出来すぎた話で怖くねえか？ブーイ、なんでもう開けてんだよ。これはアクセサリー？ずいぶん古いもののようね。Thank you.
何か光ってる。あれ、俺たちから抜けてたキューブじゃねえか。この距離じゃよくわからねえな。取りに行こう。この橋、まさか崩れたりしねえよな。はっはっ。うわあ、橋が壊れた。戻る道を探さねえとな。てめえはおとなしくしてろ、マリモ。余計道に迷っちまうだろうが。喧嘩しとる場合か。今は道を探すのが先でしょ。じゃねえだろ。こいつ俺らを襲う気だぞ。道を開けるつもりはねえようだな。邪魔すんならぶっ飛ばす。けどなんだってこいつら急に。俺たちの縄張りに入った奴らは許さないって言ってるぞ。何よ、ちょっとくらいいいじゃない。ナミ、私たちは橋も崩しているし、ちょっととは言えないわ。そんなこと言ってる場合か。やるぞみんな。こんな奴らに負けてられっか。邪魔だ。見逃せぬ。めちゃめちゃ聞いたぞ。俺の仲間に手出す。一発で決めてやる。情けない姿を見せちまったな。刀の剣にしてやる。やるか。クソゴック、もうバテたか。バテてんのはお前じゃねえのか、アホ剣士。
修行の成果が出てきたね。マリモのやつには負けぬ。私の予報は百発百中、決して外さないわ。少し強くなったぞ。力が戻ってくるのが分かるわ。これって飛んでいったキューブじゃない？どうすりゃいいんだ？食えばいいのか？あんまりうまそうじゃねえけどな。あ、なんだ？体が軽くなったな。不思議ね。能力の使い方も思い出したわ。思い出した。さっきはなんでできなかったんだ。
な。今の力を試すにはうってつけだな。お前じゃ退屈しのぎにもなりゃしねえ。やっと俺の出番か。レディーが待ってるっていうのに、まったく野暮な奴らだぜ。活躍したからといって悔しがるなよ、アホ剣士。こざいてろ、アホコック。俺は強くならなくちゃいけねえ。いい調子だ。よっしゃ。私の予報は百発百中。ようやく感覚が戻ってきたぜ。俺強くなった気がする。でも少しは強くなれたかしら。女だと思って舐めてると痛い目見るわよ。そこ。やるな。待ってるっていうのに、まったく野暮な奴らだぜ。今行く。なめんじゃねえ。俺のこの足はレディーを守るためにあるんだ。マリモの奴には負けねえ。力が戻ってきた。ここまで腕が上がるとは自分。Thank you.
前にはあれが見えないのか。気持ち悪い色をしたコウモリが群がってるじゃねえか。安心して、あんたが血を吸われてもお宝さえ手に入れば私は大丈夫よ。大丈夫なわけあるか。やるぞ。ゴムゴムのガソリンだ。切り替えのありそうな相手だ。レディーが待ってるっていうのに、まったく野暮な奴らだぜ。任せて。あいつらは俺が片付。圧倒的に俺が活躍したからといって悔しがるなよ、アホ原始。力が戻ってきたな。私の予報は百発百中、決して外さないわ。俺の体はさらなる強化を遂げたんだ。少しは強くなれたかしら。ナミさんを助けに行くときに邪魔したやつか。なんて言ってるんだチョッパー。コウモリが怖くて隠れてたって。隠れてた？消えてたように見えたけどな。やっぱり消えるんじゃねえか。あいつ助けてくれてありがとうって言ってたぞ。一応切れたが、くそ、まだ腕が鈍っている。私だってやるときはやるんだから。
が待ってるっていうのに、まったく野暮な奴らだぜ。退屈しのぎにもなりゃしねえ。ほんと、あんた強いわね。任せろ。よっ。私の出番ね。やってやるぜ。行くぞ。さっさと片付けるわよ。情けない姿を見せちまったな。鬼やるぞ。行くぞ。そこだ。飯。海の一流コックは技も冴えてこそだ。もっと強くなるぞ。俺はここまで腕が上がるとは自分でも驚きだぜ。怪物と呼ばれようと俺は強くなる。